はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ホワイトベースのバイクアパレル、はい、T シャツで手専用のバイクアパレルですね。去年やったスワットライダースパンツ、大変ご好評いただいてありがとうございます。はい、今回カラーバリエーションで第2弾をですね、出させていただきます。はい、受注発注予約受付、販売のみになっております。今回ですね、これカラーバリエーションって言ったんですけども、実を言うとですね、少しマイナーチェンジを、施しております。これ何がマイナーチェンジかっていうとですね、ちょっと太もものあたりのですね、もうね、すっきりさせております。前もうちょっと太かったんですけど、これを詰めてるんですね。なので、まあ、後ろからこう見たときに、少しこの辺がすっきりするかなという感じになってます。はい、サイズはですね、またホームページの方に載ってますので、見比べてください。はい、こんな感じですね。はい、前回のものよりも、ちょっとこう、この辺が、太ももがのダブダブが差が減ってる感じですね。私今ですね、鬼のスクワットで、太もものトレーニングをしてまして、結構太くなってるんですね。でそれでも全然余裕です。はい、またかっこいい。まあ、こんな雰囲気、アドベンチャーバイクにもぴったりな、はい、パンツとなっております。はい、ちなみにこれカモフラ、ダークカモのカラーなんですけども、これ実を言うとですね、去年から今年にかけて、割とこの、まあ、ミリタリーウェア、ガチサバゲーじゃないですよ、ミリタリーウェア関係の方ではまあ、シンボルカラーになってるんですね。だから割とこのカラー、あちこちで見ると思うんですよ。でそれに近いものをですね、僕の好みでチョイスさせていただきました。僕が欲しくて作ってるんです。はい。で、あとは、そうですね、ちょっと重複するんですけども、機能の紹介をさせてください。じゃあ、ですね、じゃあちょっとしゃがんでもらっていいですか。はい。まあ、上からですね、このベルトはつかないんですけど、はい。こんな感じで、ここが外れるようになってます。ここ外れるとですね、ここにこう、iPhone ケーブルみたいなの挟めます。はい。で、ポケット。こちらのサイドポケットがですね、ツーリングワップルの地図がですね、スポッと入るのと同じ大きさになってますので、ツーリングしながら見ることができます。で、このファスナーは別ポケットです。こことは繋がってないですので、大事なもの、鍵とかですね、そういったものをしまいたいと、なくしたくないものを入れてもらえればなと。膝パッドですね、がついてます。で、あとここにはですね、これ滑り止めですね。タンクをグリップする上での滑り止め。これ結構便利です。はい。あ、すいません。ここに骨盤プロテクターもついてます。骨盤プロテクターと膝プロテクター。で、膝とお尻は生地が二重になってますので、擦り切れづらいですね。はい。で、ここにサイズと、裾のサイズを調整するための、スナップボタンがついてますので、自分の膝の位置を調整しましたらですね、これで合わせていただければ、ずれづらくなっております。はい。で、反対側。はい。で、こちらがですね、ホワイトベーススワットライダースパンツのですね、最大のポイントです。はい。M4 マガジンがぴったり収まるぐらいのサイズのですね、サイドポケットになってます。これは今のですね、6インチの iPhone とですね、iPhone とスマートフォンですね、大きい方。あれがこう、ぴったり収まる大きさになっておりますので、ここに携帯を入れることができます。なおかつ、ここに、ちょっとスリットがありましてですね、ケーブルを出すことができるんですね。なので、こう締めながらケーブルを出して充電する。で、こちら側に指バッテリーを入れて、そこにバッテリーを収めるということができます。はい。で、こちらにもスリットがついておりますので、はい。ここですね、両方どちらからでもケーブルが出せます。はい。ね、でこれがまあ左右でちょっと、違うポイントなんですけど。でね、なかなかいいですよ。で、生地はですね、伸縮性がありますので、ストレッチしますので、膝をこう屈伸して曲げてもですね、パツパツになったりとかは、いたしません。で、あと、材質的にもですね、割とこのストレッチ性があって、で、生地的にもですね、軽い生地を、使っております。なので、夏場ですね、普通に春夏秋とですね、ライディングパンツとしてですね、活躍してくれるような素材になってます。メッシュではないので、通気性がすごくいいとか、そういうことではないんですけども、通常の皆さんが履いてらっしゃるような、に近い、ものです。
ですね、そういった、まあ、女の人は違うか、普通の人のジーパンみたいな感じですね、あれに近い感覚で使っていただけるんじゃないのかなと思います。はい、こんな感じです。で、あの割と股下が、股上っていうのかな、が長めにできてますので、結構上までこう上げられます。はい、で、あとは上まで上げられると何がいいかというと、いろんなものをシャツに入れられるっていうんですね。あのバイクにライディングしてると、あのこうなったりとかするんですね。そうすると股上はさ、パンツだと背中出ちゃうんですよ。だから股上は高い方がいいです。で、あと裾がこのぐらい長いんですけど、これは切らない方がいいんじゃないかな。もし本当に長すぎるときは折ってください。で、これなんでかっていうとですね、バイクに股があるとシートでここがグッとこう引っ張られますので、ね、そうすると割と裾切ってると足首見えちゃうようになります。はい、なので僕はこのまま、普段こういう普通のねタクティカルブーツにこう履いて、この辺こう裾乗っけちゃったりとかして、布毛がすごくて申し訳ないんです。普段こんな締めないんです。まあ、こうやってこんな感じで普段僕は普通に普段使いしてます。まあ、普段はこんなに上まで締めないんですけど、まあ緩くですね、ゆったり普通に、締めて、はい、こんな感じで。こんな感じで普段ね、使ってますんで、はい、なかなか、ルーズで、履き心地も良くてですね、ポケットいっぱいあるんで、ここにワンコのうんち袋とかもいっぱい入れられます。はい。あ、もちろん後ろにもポケットがいっぱいついてますので、皆さんツーリングの時ですね、両手がフリーにできるし、下手にですね、ちっちゃいカバンなんか持たずにですね、この中に全部入れてもらえれば、身軽にツーリングすることができるんじゃないかと、思います。はい。以上ですね、スワットライディングパンツバージョン2でございます。はい、前回ですね、お題いただいた方からですね、非常にこうご好評いただいております。もし前回購入してないよ、という方、もしくはですね、もう一着買おうかなという方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひよろしくお願いします。今回の発注締め切り、受注締め切りがですね、6月のですね、第2週か3週間、ちょっと今かぶってるんですよね、の週末まで予定してます。そこで締め切らせて、一旦締め切らせていただいて、在庫は持たない形になりますので、そこからすぐ発注と。で、納品がですね、大体10月か11月ぐらい、秋ですね、になってまいります。はい、今ですね、非常に製造材料確保ともに難しくなってます。で、おそらくいろんなメーカーさんがね、新モデル出しづらいんじゃないのかと思うんですけども、受注発注でしたらですね、うちみたいな小ロットのところでもなんとか作れますので、ぜひご興味がありましたらですね、お呼びいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。